さ、あの、俺は確かに2時間ぐらいまで泣き言言ってたよ、確かに。あの車来ないとかさ、炎天下の上暑いとかさ、4時間ぐらい前泣きそうになったよ、確かに。でさ、あのまだ明るいから調子のせいだけどさ、ちょっといいライブ終わったんで、お兄さんたちのおかげで、市場の真ん中でやらせていただいたんで、ちょっと調子のせい言わせてもらうけど、もう一件言っとく。あ、もう、今回あれだよ。今回最高記録だよ、4件1日。朝の4時から頑張った甲斐があったよ、ちょっと。乗るよ、俺は。乗るからね、バスに、ここから。もうバスターミナルだもん。じゃあ、4件言っとくよ。30バスで。ワゴンに乗りました。一気に、サムサコまで行きます。みんな無茶言えよ。はい、最近は優しいです、本当に。みんなに親切にしてもらってます。それでは、サムサコンについてからまた。サムサコンから、サムと、ごめんなさい。サムとソンクラムからサムとサコンに行く道ですけど、まあ、エビ畑が、エビ畑っていうか。エビ、いや、リアン軍隊もやかん。リアン軍隊。伝えるかな、から。顔ちょっとまずいですね。お姉さんたち優しい方です。セイビーマーク。酔っ払っておられるみたいです。あのエビですね。ここエビをやってるみたいですね。こっち。ヤン君じゃないか。君。君。めちゃ君だか。めちゃ。なに。グワ。お。グワチャメガグワチャメガグワすいません、私が間違っておりますが間違っておりました。塩田だそうです。エビじゃなかったです。さっきまで風力発電とか見えたんですけどね。なんかもうガツッと景色が変わりましたね、この辺。塩田と、だから海がずっと向こうで、向こうまでずっと海だけど、なんかこう、水田とか、塩田とか、水田はないか、塩害があるから、まあ、エビ買ったりとか、そんな感じのところです、この辺は。お寺を取れと、ケイトム寺を取れと、うちのお姉さんに盛んに言われてるんですけど、あのお兄さん、お兄さんと言われるのはいいんですけど、兄貴、兄貴呼ばれされてるんですけど、どう考えても俺の方が年上でもこの国であんたの方が上だろうみたいな、そんなちょっと不満があります。ケイトム寺です。お姉さんが取れと言ったケイトム寺です。39分、サムトソンクラム駅に行きたいと言っていたんですが、なんかマハチャイで降ろされたんですが、マハチャイはサムトソンクラムじゃサムトサコン駅ですね。よく間違えんな。あのサムトサコンの駅に行きたいと言ったらマハチャイって降ろされて、これはなんかビーチとかみたいなんですけど、とりあえず駅を目指します。サムトサコンの駅を、マハチャイの駅をですね。ここは何県なのかちょっと確認しないといけないです。多分県高い声でここサムトサコンだとは思うんですが、ドーナ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 、アヒルを乗せて、ドーナ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 。あのこの辺なんかビーチがあるからなんか緩やかに観光地っぽくて、宿を探すのは怖いです。安いところあるんですかね。駅に今向かっている途中なんですけど、ちょっと心配です。駅は向こうと言われて来てみると海ですよ。海、どうやらまた道迷ってますらしいです。まだすぐ消えどっか行きたいと思います。駅を目指したいと思います、とりあえず。来てますね、駅に。でもこれ乗ったら歌えないな、どう考えても。今何時出んだ、これ。30分ぐらい待ってたら歌えんだけどな。これに乗ったら歌えません。多分。今6時。6時10分。あ、でもあれじゃん。7時まであんじゃん。これ多分6時10分のやつだよ。